警察によりますと、男性がイノシシに襲われたのは上越市武家橋の歩道です。今日午前8時前、近くに住む70代の男性が、地元の小学校の登校の見守りを終えて一人で歩いて帰宅していたところ、前から体長およそ1メートルのイノシシが現れたということです。イノシシは道路の脇に積もった雪を飛び越え、男性の尻のあたり2箇所に噛みついたということです。男性は軽傷で自力で帰宅しました。イノシシはその後山の方へ向かったということです。人に被害あったの去年始まって以来じゃないかな。上越市では明日まで峠工事のパトロールをするということです。県内ではこの冬イノシシに襲われる被害が相次いでいて、警察は注意を呼びかけています。